10月11日、広島市中区の中国新聞ビルで第4回ふれあいチャンネル子ども将棋大会が行われました。このイベントは子どもたちにいろいろな相手と将棋を楽しんでもらおうと毎年ふれあいチャンネルの主催で行われています。大会には5歳から12歳の子どもたち100人が参加しました。2年生以下のクラス、3、4年生のクラス、5、6年生のクラスの3つのグループに分けられ、トーナメント戦で競われました。こちらは今大会最年少で参加した水の上慎二君5歳。将棋を始めておよそ1年目です。楽しいです。勝てるところが、子どもたちは真剣な表情で将棋盤に向かい、いろいろな対戦相手と将棋を楽しんでいました。友達と仲良くなれたり、あ、こういう感じがあるんだって考える力が身につくと思います。技をいろいろ覚えて勝てるところが楽しいです。将棋で負けるとこは悔しいけど、勝つところが面白いから好きです。すごい楽しかったです。それでいろんな人とも友達になれたので良かったです。こちらは5、6年生の決勝戦、滝宮裕太君と吉川彩さんの対戦です。両者一進一退の攻防が続きます。およそ30分の戦いの末、滝宮裕太君が勝利、見事優勝となりました。準々決勝と準決勝は結構危ない将棋だったんで、決勝戦心配だったんですけど、なんとか勝れてよかったです。将棋は毎回違うので、そこが面白いと思います。じゃあ、いきますよ。第4回ふれあいチャンネル子ども将棋大会、結果はご覧の通りです。